小室圭エレン・イエーガー説。はい、どうも皆さんこんにちは、カッシーチャンネルでございます。皆さんは進撃の巨人という漫画ご存知でしょうか？僕はね、進撃の巨人めちゃくちゃ大好きで、単行本ね、前回読んでるんですけれども、今ツイッターやまとめサイトで進撃の巨人の主人公エレン・イエーガーというキャラクターと小室圭さんがね、めちゃめちゃ似てるぞとね、話題になってるんですよね。まあということで、今回は小室圭エレン・イエーガー説について解説紹介していこうかなと思います。では行こう。小室圭エレン・イエーガー説。まず一つ目の根拠は見た目です。婚約が発表されてテレビに出始めた当時の小室圭さんはごく普通のサラリーマンのような髪型をしていました。そして進撃の巨人ね、連載初期のエレンの髪型もこのようなね、形をしており、二人とも結構似てますよね。そして最近小室圭さんはロン毛になっていたところを目撃されて、ニュース番組などでね、話題になってたんですが、進撃の巨人主人公エレンも漫画の終盤ではね、ロン毛でお団子ヘアと完全に一致しています。いやマジでね、小室圭さんエレン意識してるのかっていうぐらい似てますよね。そして髪型のみならず顔も常にね、険しい表情してるため、見た目の共通点もかなり多いです。そして二つ目、人の話を聞かない。ロン毛のポニーテールになった小室圭さんに様々なメディアが取材を持ちかけるんですが、小室圭さんは無言で全部無視。一方エレンも人の話を聞かずにね、一人で突っ込んでいくタイプなんで、外見のみならず内面もね、似てるところがあります。しかも話を聞かなくなったっていうタイミングが両者ともね、髪を結んでからというのも奇跡的に一致しています。続いて共通点3つ目、島国出身。小室圭さんは日本出身で、日本といえば島国です。そしてエレンもパラディ島というね、島国出身、一致しています。共通点4つ目、海の向こうへ自由を求める。進撃の巨人のエレンは自由を求めて行動するキャラクターです。最初は囲まれていた壁の向こう側へ、その次は海の向こう側へ自由を求めて行動していました。一方小室圭さんも日本という島国の外、アメリカでのね、キャリアを積もうとしています。海の向こう側の自由を求めるっていう生き様はね、まさにエレンそっくりです。共通点5つ目、王族の血筋を欲する。エレンには始祖の巨人という能力があり、これは王族の血を引く人間と触れた際にね、発動する能力でございます。そのため進撃の巨人において王家の血を引くキャラクターっていうのはかなりね、重要な立ち位置にあるんですが、小室圭さんも天皇、つまり王族の血を引く眞子様と結婚する身です。そのためね、ネットでは小室圭さんコロナワクチンじゃなくて巨人の脊髄液注射されたんじゃねとか言われています。これ考えたやつ天才。そして共通点6つ目、親の存在。小室圭さんは様々な理由でニュースやメディアに取り上げられて話題になっているんですが、その中の大きな原因として母親の金銭トラブルなどが挙げられます。小室圭さんの母親は小室圭さんが不審がられる大きな要因を作った、一連の騒動のね、キーパーソンというわけでございます。一方エレンの父親と母親も進撃の巨人においてね、かなり重要な役割を担っています。まさにね、これはお前が始めた物語だろというね、セリフのごとく、小室圭さんは母親から、エレンは父親から、すべての物語が始まっています。では最後に7つ目の共通点、ヒイズル国の姫が好き。進撃の巨人にはヒイズル国というね、日本をモチーフにした国が存在します。その国の人間の末裔と言われているのが、進撃の巨人のヒロインことミカサです。そしてね、エレンはミカサのことが好きでした。そして小室圭さんもヒイズル国、つまり日本のね、王族であるマコ様と結婚します。好きになる人の好みも似ているとかね、小室圭さんいよいよエレンかもしれないですね。いかがだったでしょうか。この他にもね、いくつか似てる点っていうのは挙げられているんですが、分かりやすい項目だけでも、顔、髪型、性格、出身地、行動理由、王家の血筋、親の重要性、女性のタイプなどが一致しています。いやもうこれ似てるとかのレベルじゃなくて本人なんじゃないですか。次ね、進撃の巨人実写化するときは小室圭さんを起用しましょう。はい、ということで今回はネットで話題になった小室圭エレン・イエーガー説についてね、解説紹介してきました。最後までご清聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白いよと思ってくださった方は、ぜひともね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。カッシーチャンネルでした。んじゃあまたね。